千田博美写真展ウロボロスの行方について、お話を千田先生に伺います。写真編集者の池谷と申します。先生よろしくお願いします。はい、小島さんよろしくお願いします。まずですね、こちらの写真展のテーマについてお伺いしたいんですが、1990年代の日本が、撮影されているということですが、お聞かせいただけますか。工場の写真を撮りたいというふうに彼が思っておりまして、それは工場の持っているその形、造形、科学が作り出した造形の人間のこう 地が及ばない非常に面白いそういう造形をとりあえず撮ってみたいっていうのが、まあ、とりあえずのきっかけであったわけですけど、工場の中に入ってさまざまな日本の基幹産業を撮ろうとしたんですけども、重工長大と言われている、製鉄から造船、それからまあ、いわゆる日本の近代を支えてきたそういう大企業の造形を撮りたいということで取り出したんですが、今25年ぐらい前になりますけれども、そのことは現在の時代状況を考えたときにそれの大きい齟齬がないというか、今もそういう意味では今も持っている問題を抱えているその状況だなというふうなことを考えて、まあ、昔の風景を借りながら現在 の日本を考えてみるというそういう構造になっていると、ちょっと壮大なテーマなんですけど、はい、なかなか、理解していただけるかどうか分かりませんが、まあ、そんな形で、撮ったものを同時に、この大きい空間に、並べることでそのことが可能になるのではないかということでやらせていただきました。当初この2つのシリーズは、一緒に展示するとかそういったことをお考えになってなかったということですよね。はい、1つのシリーズが工場を撮ったのが産業考古学という、はいはいはい、でもう1つは、シリーズ名は先生、教えていただけますか。もう1つはそのフェイクスケープというフェイクスケープですね。まあ偽の風景というか、いうようなタイトルなんですけれども、同時にその展示するってことはあんまり考えていなかったんですけれども、まあある意味非常に極端な、距離のあるその風景を意識的にまあ空間全体でコラージュするという形で展開したときに、その異質なものと異質なその店の風景と、溶鉱炉だったり製鉄会社の風景がどんなふうにその、出会って、それがどんなふうなこうイメージを作り出していくかってことをちょっと冒険的にやらせていただいたわけです。ほぼ大判カメラで撮られてるっていうふうに考えてよろしいんですか。ええ、シノゴで、はい、フィルムで撮ってますよね。うんうん、工場の写真も多くはシノゴで撮っていますし、うんうん、撮影条件がかなわないときにはサンゴで撮って、はい、少しその撮り方のことですけど、シノゴのカメラで、撮っていたっていう、それは先生のお考えの中でなぜそうだったのかって少し教えていただけませんか。非常に個人的な体験で言えば、砂を数えるというシリーズなどは35ミリで非常にこう自分の身体的なものを中心に撮っていますから、その一個一個 そのイメージはある意味でのこうシャープネスというようなものよりもむしろそのイメージとして捉えることが多かったんですけど、はい、まあ一つの社会的写真界における一つの傾向もあったと思うんですけども、うんうん、非常にきちっとシャープを上げた状態で、うん、まあ人間の目を超えたような
そのエッジの効いたシャープな映像を撮ってみたいってことがなるほど。潜在的にあって、まあそれをここで実験しているっていうか、なるほど。試みてるって感じでしょうかね。このタイトルが、ちょっと分かりにくいという話もありますし、「ウロボロスの行方」というちょっと不可思議なタイトルついてますが、それについて先生から教えていただけますか。まあこれはインターネットで検索すると出てくる図像ですけど、竜っていうか蛇が自分の、尻尾を加えているという、そのあるシンボルというか象徴ですけども、消費が生産を食っているっていう、そのイメージがちょっと僕の中にありまして、消費がどん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 本体まで食い尽くすという、そしてそのことがまあある意味では消滅していく、弱体、衰弱していくっていうイメージをもたらしているような、まあ90年代に起きたんだと思いますね。バブルの時にとんでもないその、土地の値上がりが起きて、そしてそのことが日本の経済を全部その反転する状態で谷底に落ちていくんですけど、そういう状況を今考えてみると、まあウロボロス的、ちょっとずれます、概念からずれますけど、ウロボロス的なそのイメージとつながっているし、果たしてウロボロスとしての日本はどこ行くんだろうというようなことですね。ウロボロスはある意味では日本って考えていいんですけど、日本はどこ行くんだろうっていう それをこテーゼの、です。この展示で、かつての写真で、問題提起そといううですね。形ですかね。現実のものをそれ一番近い時間には発表したり形にするとちょっと分からないところがあっなるて、ほど。むしろちょっと時間を置いて見せる、形にした方が実は認識しやすい。それは非常に写真という装置のなせる技ということなんでしょうか。まあ写真っていうのは現実をその場で見せるっていうことがね、その場で見せるっていうことが一つの強みではあるんですけど、しかしむしろちょっとずらしながら見せていくことの方が、我々はその風景を読み取る能力が出てきますから、読み取るってことですね。現在のものを現在見せてしまうと読み取りすることができないんですけど、ちょっと時間を置くとそのことがこう読み取っていけるってことができるような感じがするので、僕が、ちょっと時間を遅れて発表していくっていう、そういう態度はそういうことを直感的になるほど。感じてるってことかもしれませんね。展示の方法について、どんなふうに考えられたかっていうことを教えていただきたいんですけれども。まあキャノンギャラリーの S はやっぱりとても大きくて、天井も高くてスペースも大きいところがあって、それを最大限に使うっていうことが一つの目的で、まあ作品も明るくしようということがあったんですけど、で、そうすると各作品ですけども、時系列とかどれがどのシリーズとかっていうのが、分かりないというか混ざってる感じですよね。その辺は、どんなふうに。まあ全体で一つのコラージュのような感じで、工場があってお店があってまた製鉄があって、まあそういう意味ではあまり論理的なじゃなくて、感覚的にそのコラージュ効果がある、ものというものを、そのちょっと意識的に視覚的な、効果があるだろうっていうか、視覚的刺激がそのうまくいくだろうというようなことでやってますね。随分大判になりましたよね、写真自体が。それは当初からそういうふうに展示の方を考えられたんですか。このギャラリー S でやるっていうことやっで。ぱりギャラリー大きいので、やっぱ大きい写真で見せたいなっていう感じがありまして、まあそういう意味で、かなり意識的に大きくさせていただきましたね。例えばこういうね、図像とか、実際に自分がご覧になってた時と同じように近いダイナミックな画面が
できてるなと。これが小さいとまた見え方が全然そうですね はい、ある程度やっぱりその産業装置そのものはダイナミックで人間のそのサイズを超えているところがありますので、うん、ある程度大きくしないと、はい、あるリアリティが出てこない、うんうんうん、なんか資料写真になってしまうところがあるの で、ね、まあ、そのことはやっぱり大きくする一番大きな理由ですかね、うん、さっき写真撮りましたけどこの真ん中のスペースで、商業写真商業空間の場所を意識的に作るっていうことをやってます。ここは本当にすごい物量なんですけど、うん、あの国道沿いとおっしゃってましたけど主にどちらの？あの国道16号線を取ってますが、うんうん、主に、横須賀から、横浜を通って八王子、松戸、それから千葉の方へこうぐーっと首都圏をこう外周する、はいはい、まあ、一種の産業道路でもあるし、同時に生活首都圏を取り巻く、メインロードだと思いますけども、なるほど、まあ、そういう場所を中心に取ってますけど、まあ、それ以外も地方の名古屋とか、うんうん、福井もちょっとぐらいあるかな。しかし特徴的に、うん、あの色味が黄色とか赤とかやっぱり目立つような色なんですかね。そうですね、やっぱりあの商業のその人の目をつくを敷くという効果がやっぱ黄色にはとても強くあるんだと思いますけど、でこのプリントの作り方が一つの特徴ですけども、ね、まあ割と、それぞれの色のその個別的に彩度を少し上げているということがありますね、うんうん、それと色が混じらない状態であのプリントしているところがありまして、空は結構青くしてるし、あ、なるほど、ちょっとはっきり赤は、うん、そういう意味では個別、まあ、デジタルの面白いところですけども、個別的に色をそれぞれ調整できるということがありますから、現場はあのネガフィルムですけど、うん、こう展示にあたってあのスキャンをして現状に見せることに対して、うん、そのようなデジタル的な調整をされたっていう形ですかね。そうですね、あのこのこのここの場所の写真あのフィルムはちょっと古いデジタルであのデジタルしたものですので、あんまりあの出力するときに難しいところがあって、とても時間食っちゃったっていうか四苦八苦してあのデータを作ったってことがありますね。こちらのコーナーはあの基幹産業の主に造船とか、はい、炭鉱とか、車ですか。はい、まあ、車は新しい産業でもあるんですけど、やっぱり日本にとってね大きな産業ですから、うんうん、車で、現場へ行って撮らせていただいたということですか、うん、この辺のはあの35mm、これ35mm なんですね。暗いからやっぱり、うん、あと工場の中ってかなりこう三脚立てられない感じ、ね、うん、これ特にねこのあの自動車関係は三脚を立てることができなかったので、はい、35ミリで、うんうん、それでもスキャニングの仕方によってもう随分あの綺麗だと思います。すごいですね、あの見え方としても、うん、これなんかも35ミリなんですけど、あのシャープでしょ。シャープです ね、 ね、普通の35ミリを銀円で伸ばしたらこんなことはありえない。しかし死ぬこと変わらないぐらい。そうですね、早く言えばこのぐらいですからね、鍵盤ね。あ、そうです ね、 ね、このぐらいのものですから、はい、これの面積とするとどの計算してみないと分からないけど、何百万円ぐらいかな、うんうん、になると思いますけど、まあ、このぐらいシャープになりますね。そうですね、そういうふうに思い起こすと、うん、これが撮られた当時に、うん、あのこれだけ大きさに思って展示したとしても見え方がかなり違ったでしょうね。そうですね、うんうん、やっぱ雑誌なんかで、いや A4 で1ページよりはやっぱこういう形で見せることで初めて見た人が実感していただくというか、はい、現場感というか
現場の持てるその造形っていうか形の面白さみたいなものは実感してもらえるんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ先生こちらの、はい、あのコラージュというか、はい、2つをあの合わせたものの説明を伺いたいですけど、はい、これあの実はコラージュしているんですね。まああのこの展覧会そのものは、壁面でコラージュという意識で展示をしてます。レイアウトっていうか展開してますけども、これは、一枚の中でコラージュしてるんですけど、あんまりこういう形のものは出さないっていうかすべきじゃないなと思っていたんですけど、うんうん、たまたまプリントし小さいプリントをやってるうちにちょっとこれ、これ本当にコラージュしてみたら面白いんじゃないかと思って始めたものなんですけど、うんうん、ちょっとあこれ手持ちましょうか。この写真ですけども、さっき の, あのコラージュと同じように何枚か合成してます。これをここまで大きくしていただいたわけです。すごい迫力なんですけど、これも あ, のある意味とっても馴染んでますね。割と馴染みましたね、はい、なんか全く一緒なものですけど、うん、色もちょっと色々と違う割には割と馴染みましたね。まああの強引なそのイメージの衝突をやったんですけど、はい、意外に馴染んでしまったというか、見る人が別にプロじゃなくて、うん、見る人多くの見る人が、まあ、こういうものもそんなに違和感なく、はい、一つのイメージとして捉えられるような学習を、うん、今の市民はしてるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、最後になりましたけどキャノンのプリントアウトの能力をちょっと見てやってください。非常にシャープです。これだけ大きくしてもあのかなり色はもちろんですけどシャープにこう再現しているところがあのちょっと見せ場ですね、うん、皆さん、展覧会をご覧いただければと思います。楽しんでいただければと思いますけど、どうも、はい、ありがとうございました。土田さんありがとうございました